資金がないんです。普通の主婦に降りかかる子供の結婚、夫の失業、そして浪費家の姑。お安いご用よ。お安くないじゃん。よし、お金の問題に立ち向かえ。あなたの明日を元気にする最強コメディ。なんとかなるから絶対。老後の資金がありません。マジか。10月30日公開の映画老後の資金がありません。痛快なお金のコメディエンターテインメント、その主題歌の魅力をお届け。映画老後の資金がありません公開記念ナビ主題歌編。主演は天海祐希。今作で演じるのはごく普通の主婦、後藤敦子。そして主題歌を歌うのはこの方。いきなりサンバのリズムじゃないですか。えっと思ったんですけど、それが笑えて、ちょっと切なくて、それでなんかこう頑張ろうよってみんな前向きになれるような、そのハッピーさ。あれ、これまさかキヨシちゃんじゃないだろうかと思って。頑張りすぎていつも強がり見え張り。振り付けは天海祐希との作品も多い川崎悦子。今作の監督前田哲がミュージックビデオの演出も担当。主題歌が氷川さんと知った天海さんがミュージックビデオへの出演を逆オファー。仲のいい2人だからこそ実現した奇跡のコラボです。手を握ろうよ、肩を組もうよ、何もなくてもハッピーみたいな、そのあの歌詞にとてもなんか心揺さぶられる。そしてその、老後の資金がありませんの世界観もいろいろあるけど、そこにあったんだよねってよく見て考えてみると、ここに幸せもあったよねっていう、この時期を経てさらに、この映画の内容とこの曲の内容がとてもリンクしていて良かったなと。一言で言うと本当最高ですね。もう久しぶりにお腹を抱えて笑って、天海さん主婦役やられるのもやっぱり珍しいし、なんか本当に展開が面白かったですね。なんか目が離せなくて、なんか一人一人のキャストの方がもう本当にそれぞれのキャラになってて、いや素晴らしかったですね。本当にそれこそこの老後の資金がありませんの映画の最後に流れるのも、なんともなんか心をわしづかみにされるんですよね。ちょっと笑いながらなんか泣いちゃうみたいな感じだった、あのエンドロールでかかった時に。本当に素敵だった。老後の資金がありませんは10月30日公開です。お楽しみに。